お久しぶりです、ヒヨです。ということで、今月も月報の方をご紹介できればなと思っています。先月、このスライド形式の形でスタートさせていただいて、結構反響良かったんですよね。それで、今回も、じゃあスライド形式でもう一回やってみようかなということで、こちらの試みをしております。なので、前回のね、マインドマップ等を使っている月報よりも読みやすいなとか、今回の方がいいなとかっていうのは、ぜひコメント欄等でご意見いただけると幸いでございます。それでは、早速行ってみましょう。まず今月のトピックとして、他人はがっかりさせてもいいというお話をしていきたいと思います。続いて稼ぐ力は運プテンプではないというお話をした後に、仕事を頼まれた時の手順知らんやつ多すぎ問題についてちょっと触れていきたいなと思ってます。そして最後にですね、お知らせがあります。で、このお知らせはですね、おそらく皆さんのこれからの人生において少しだけプラスになるようなお知らせとなっていますので、必ず動画をね、最後までご覧いただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。まず本題に入る前に自己紹介をさせてください。僕はですね、総フォロワー数90万人いるインスタをメインに活動している情報の発信者になります。普段じゃあどういう発信をしているかというとですね、基本的には暮らし改善情報の発信をしております。ただ最近はどちらかというと仕事を結構こうメインで発信するような機会が増えてきてですね、まあ仕事だったりとか暮らし、もっと大枠で捉えていくと市場価値を高めるための情報発信っていうのを行わせていただいております。他に僕がどんな仕事をしているかというと、一応日本で一番大きいショート動画の現在会員数1000名以上いるオンラインサロンのオーナーもやらせていただいております。それでは早速ね、本題に入っていくんですけれども、まずはね、他人なんてがっかりさせてもいいよというお話をしていきます。僕実は SNS 運用を始めてから3年間ぐらいずっと情報発信というね、分野において生きているんですけれども、そのね、情報発信をしている中で自分の発信のジャンルっていうのも結構変わってきているんですよ。それこそファッション系から最初始まっていて、そこから美容系に移って、で暮らし系に移って、で最近は結婚して仕事系とかにも結構こう手を出すようになってきていて、その3年間の間に、まあ自分が発信する情報の分岐点みたいなのがいくつかあったんですよね。いろんな発信ジャンルを変えるたびに、今までずっと言われてきたことが、前の方が良かった、前の方が面白かったって言われることがすごい多いんですよ。ファッション系を紹介している時から美容系に移っただけでもファッションに戻してくださいって言われてたし、美容系発信してから暮らし系に移った時も美容系の方が面白かったですって言われることが結構多かったんですよ。ただそういうね、お話をしてくれる人、そういうご意見をいただく方に限ってすぐに離れていくんですよね。例えばですけど、美容系からファッション系に戻したとしても、その時点ではもう見ていない、その人はもうフォロー外されているみたいなことが結構多かったんですよ。じゃあここで何が言いたいかというとですね、結局誰かの期待に沿って生きていると、必ずその期待を裏切った時に人は離れていってしまうんですよ。だから自分のやりたいことを常に貫いていた方がいいなっていうことをすごい気づいたんですよ。で、これは別に SNS の発信だけじゃなくって、会社員をしていた時も同じような経験をしていたんですね。例えば配属された部署の部長っていうのはすごい僕に期待してくれてたんですよ。僕はね、新卒1年目で会社員になって、絶対ね、新人が入ることはないって言われている部署に配属されたんですよ。これは期待の表れだっていうのを周りからすごいたくさん言われていて、で、部長自身も実際めちゃくちゃ期待してくれていて、たまたま本当に運が良くてですね、年間のベスト社員賞に選んでいただいたんですよ。僕が会社にやりながら SNS をやっていた知識っていうのを会社に生かすことが還元することができて、その還元した功績を称えられて、年間で一人しか選ばれることがないベスト社員賞みたいなのに新卒で選ばれてしまったんですね。その時にもう部長めちゃくちゃ大喜びです。もう鼻が高くて、もう自分のね、部署から新卒でこんな優秀なやつが出てきたんだってことですっごい気にかけてくれてたし、期待をしてくれてたんですよ。ただそこから半年後くらいかな、僕はもうずっとこの会社にいるつもりはなかったんで、会社員を辞めてフリーランスで独立するってなって、辞めますと発言した途端に態度が急変したんですよ。ふざけんじゃねみたいな感じで、毎朝挨拶しても無視されてましたし、僕が退社するっていう最後の日に関してはですね、お疲れ様とか今までありがとうとかって基本は言うじゃないですか。基本的に僕、周りにいる社員の方、別に仲良くしなかった方でもお疲れ様とか頑張れよとかっていろんななんか声をかけてもらったんですけども、部長に関してはですね、最後の日に限っても何にも声をかけてくれなかったんですよ。だから結局この部長の立場から考えた時に、自分の都合のいいように動かない人間には別に必要ないみたいな感覚で捉えられてたんじゃないかなって思ったんですよね。結局僕自身は自分の株を上げてくれる新入社員だから期待してくれてたし、すごい目をかけてくれてたんだなっていうのに気づいたんですよ。だから結局ね、人生の本質っていうのは自分がどうしたいかだと僕は思っています。だから一番理解してくれる人っていうのは基本的に何でも応援してくれるし、理解してくれるんですよね。僕が発信のジャンルを変えますって言っても、ヒヨさんが発信するジャンルだったら何でも好きだから、どんどんいろんなことを面白い発信をしてください、これからも継続してくださいっていう風に言ってくれるし、そういう人に限っては今でもずっとついてきてくれます。ファッションの時から見てくれてた人も今でもね、ずっとライフステージが変わって仕事の発信してますけれども、仕事の発信になった時もずっとヒヨさんの考え方が好きですっていう風に言ってくれます。一方でじゃあ2番目に理解してくれてる人っていうのは、内心はがっかりしてるんですよね。多分心の中ではすごくがっかりしてるんだけれども、それをね、がっかりしたよ、あなたには失望したよっていうのを伝えてこない人ですね。
本当に一番分かってない人ですね。僕が本当にやりたいこと、僕が本当に挑戦したいことに関して全く理解してくれていない人に関しては、直接君にはもうがっかりしたよみたいな、部長みたいな感覚で直接伝えてくるみたいな人ですね。僕らっていうのは別に誰かのね期待に応えるために生きているわけではないんですよね。結局自分自身が何かやりたいことがあって、挑戦したいことがあって、それに向かっていくのが正しい人生の生き方だと思うので、そこを考えていくと、こうやってね周りからたくさんいろんなことをね、自分が新しいことに挑戦する、やりたいことに挑戦した時に、お前インフルエンサーじゃんとかって言われる人もいるかもしれないし、僕もこうやって発信者をやってたらコメント欄とかにね、こんな動画誰が見るんですかみたいな感じで言われることもあるんだけれども、でもそういう後ろ指さしてくるやつは全く関係ないよねっていうことなんですよ。もう一個お伝えしたいのが、味方のふりをしているけれども、実はその人は味方じゃないよって人もいることを知ってみてほしいなってことです。まあ、がっかりっていう言葉はね、結局狂気だなってすごい僕は思ってます。それは今まで自分がこうかけられてきたからこそ、そこをすごく感じていて、がっかりっていう言葉の裏側って、すごいなんか仲間みたいな雰囲気があるじゃないですか。君と一緒にやってきて、これからも君に期待していくつもりだったのに、でも君には失望したよ、がっかりしたよみたいな、内側からの意見みたいな感じの形をしてるんですよ。だからこそ、君には失望した、がっかりしたって言われた時に、なんかすごい心に来るんですよね。直接的に、お前なんか誰も見ねえよとかって言われるよりも、がっかりしましたって言われる方が心に来るっていうのは、味方の形をしているからこそ、その形に騙されて心に来る、えぐられるっていうことになるんですよ。だからこういったね、がっかりしましたとかっていう人も全く気にする必要はないんですよね。自分がやりたいこと、好きなことをやっている時に、とやかく周りが言ってくる人に関しても別に気にする必要は全くないです。とにかく自分のやりたいことを貫いていたら周りに応援してくれる人が出てくるし、例えば僕だったらヒヨっていう人間を理解してくれてる人であれば、どんなに発信ジャンルが変わったとしても、ヒヨさんが好きだからついていきますっていう人が増えてくると思うので、そういう人を増やしていった方が自分の人生は生きやすくなるんじゃないかなって思ったんで、今日はちょっとこういう話をさせていただきました。そして続いて二つ目ですね。稼ぐ力は運布添付ではないという話をちょっとしていきたいと思います。運布添付という言葉が、もしかしたら知らない人もいると思うんですけれども、これは運ですね。運とかラッキーとかそういうことではないよ、ギャンブルではないよっていうことをね、ちょっとお伝えできればなと思ってます。で、ちょっと面白い小話をしたいと思うんですけれども、稼げるタクシー運転手とそうでないタクシーの運転手の違いって皆さんご存知ですか？タクシーの運転手ってどういう料金体系になっているかっていうと、基本的には勤務している時間の基本給みたいなのが払われるんですね。ただこの基本給の他に、自分がどれだけのお客さんを乗せたかとか、どこぐらいの距離に行ったかに関してのプラスアルファの歩合みたいなのも一応あるんですよ。だからタクシーの運転手さんっていうのは、たくさん人を乗せて遠くまで運べば運ぶほど儲かることができるし、逆に運べなかったら、人を乗せられなかったら基本給しかもらえないので儲からないっていう、こういうシステムになってます。だから当然人をたくさん乗せれる人は稼げるし、人をたくさん乗せれない人は稼げないっていうことになっています。稼げない運転手っていうのは、ただ機会を待つだけなんですよね。例えばタクシー乗り場ってすごいブワーって行列できてるじゃないですか。そのね、行列にできているタクシー乗り場で、自分一人だけがそこのタクシー乗り場に行けばいいんだけども、行列がバーってできてるってことは、タクシー乗り場に人が並んでるのと同じように、タクシーの運転手もそこに並びますよね。で、人とタクシーの運転手が消化されていくみたいな、そんなイメージだと思うんですけれども、稼げない運転手っていうのは、そのね、長蛇の列にただ並んでるだけなんですよ。だから1時間してやっと一人乗せれましたみたいなことをやってしまうんですよね。あとは目的なくただ走り回るということで、じゃあその長蛇の列に並ばなかったとしてもですね、とりあえずなんかタクシー乗りたい人いないかなってことで、その場にいるよりはこうやっていろんなとこを走り回ってた方が呼ばれる可能性あるんじゃないかみたいな感じで、こうダラダラとこう走り回ってしまうんですけれども、これも結局無目的なんですよね。結局そこにお客さんがいるかどうかっていうのを分からないまま、とりあえず走ってるみたいな状態になってます。稼げる運転手っていうのは、逆に状況を見て戦略を立てることができる人、これは稼げる運転手なんですよ。例えばじゃあ金曜日だったら飲み会が多くなるから、繁華街に出てお客さん探そうかなみたいな、この時間に帰る人が出てくるから繁華街に行ってお客さん探そうみたいな感じで戦略を立てることができたりとか、まあ、じゃあ逆にね、雪が降った日とかに関しては、多分老人の方、足腰が弱い方っていうのはタクシーを欲しているから、駅近くとかに待機しておいて、お客さんを待とうみたいな、老人の方がよく行くような場所に待機しておけば、老人の方が使ってくれるんじゃないかみたいな感じで考えて動くことができるんですよね。ただ金曜日飲み会が多いから繁華街に出るとか、雪の日は老人が拾いそうな場所に待機するとか、この辺に関してはちょっと考えれば分かることじゃないですか。例えば雨の日とかもそうですよね。この辺ってちょっと考えれば分かることなんですけれども、さらにもっと稼げる人っていうのは、これにプラスアルファで何をやっているかというとですね、リアルタイムで情報を収集することをしているんですね。どういうことかというと、暇な時間っていうのは常にインプットに当てているんですよ。お昼時間とかさ、お客さんが乗ってない時間とかって結局暇ですよね。で、暇な時間に音楽を聴いて楽しんでいる運転手の方もいれば、携帯のスマホのゲームとかして待っている人もいればなんですけれども、稼げる方々はラジオだったりとか、ニュースだったりとか、X などで情報を収集しているんですよ。
そこの情報を収集して、例えば電車が遅延になりましたって言ったら、じゃあ遅延になったその地域にもいち早く向かってね、電車で移動できないからタクシーを探してお客さんを取りに行ったりだとか、そういう事前に情報を仕入れた上で、次の行動はどうすればいいかっていうのを常に考えているんですよ。つまりどういうことかというと、自分の持っているサービスや武器がどこの誰にどんな場所でなぜ必要とされているのかっていうのを常々考えている。だからこそ稼ぐことができるんですね。これってめちゃくちゃ人生の縮図だと思っていて、別にこれタクシーの運転手っていうこと以外にも自分の持っているサービスだったりとか、別に会社員でもいいですね。自分の持っているその武器っていうのがどこの誰にどんな場所で必要とされているのかみたいなところを考えることができれば、そこに需要が生まれて自分たちがその供給できるわけじゃないですか。っていうのをね、すごく考えてもらいたいなと思ってますんで、自分のサービスを持っている人もしっかり、会社員の人でもいいんですけれども、自分がどこで必要とされているのかっていうのを常に考えることによって、自分の稼ぐ力っていうのを高めていくことができますので、逆に言うとね、これから何かを学ぼうって思っているのであれば、今現状で世の中に必要とされているスキルは何なのかっていうところから逆算して、自分のスキルだったりとか自己投資をしていくと、市場価値の高い人間になれるなと思ってます。そして続いてですね、3つ目が、仕事を頼まれた時の手順知らんやつ多すぎ問題についてちょっとお話しできればなと思っています。皆さん、仕事を頼まれた時どうしていますか？誰かにこの仕事お願いします、これちょっとやっといて、こういう風に仕事を頼まれた時に大抵の人が取る行動としてよくありがちなのが、かしこまりました、またできたら連絡します、これを伝えるのみなんですよ。これってめちゃくちゃ浅はかで、実際じゃあ自分が仕事を進めようってなった時に迷うことってたくさんありませんか？そういうふうに言われて、あ、どうしようどうしようどうしよう、頼まれたけど期限までもうちょっとしかないけどどうすればいいんだろうって悩むことって多いですよね。そういうふうになった結果ですね、頼んだ側が、そういえばさ、この前頼んだあの仕事ってどうなってる？みたいなのを聞いてきて、結局その頼まれた側として一番やってはいけない相手に進捗を聞かれるっていう行為を行わせてしまうってことにつながってしまうんですよ。だから僕らは仕事を頼まれた時にやらなければいけない手順っていうのがあるので、今回そこをね、覚えてもらいたいなと思ってます。じゃあ何をすればいいのかっていうところで、仕事を頼まれた時の5ステップ、こちらをちょっとご紹介します。まず一つが、納期を確認してください。当たり前なんですけれども、この仕事いつまでに終わらせればいいのかっていうのを頼む側は意外と指定してこないことが多いんですよ。だからこそ頼まれた側が、これいつまでやればいいですかっていうのを一言聞くだけでいいんですよ。そしたら、あ、1週間でお願いとか、とりあえずまあ今月中でいいかなとか、そういう感じで期限を設定してもらえることができるので、頼まれた側としては、あ、じゃあその期限までにやればいいんだっていう逆算ができますよね。なので、もし仮にですけど、上司の方が、なる早で頼むわ、とかっていう風に言ってくるのであれば、いや、なる早じゃなくって、できるだけ明確な期限を設けてもらった方が、スケジュール立てやすいので、定量的にお願いしますとかっていう風に聞いてみるといいのかなと思ってます。続いて二つ目が、参考例になるものを一旦探すってことですね。前例でもいいですし、過去にこういった同じような案件がなかったのかっていうところを一旦探してもらいたいなと思ってます。これをね、しないとですね、自分がゼロから何かをまた作ったりとか、生み出したりしなきゃいけないので、もう膨大な時間かかるんですけど、大体こういう仕事って過去にね、前例があったりとか、今までやったことがある人って絶対いるはずなんですよ。例えば何か資料作成だったりしても、多分フォーマットってあるはずなんですよね。だからそういうフォーマット、もしよろしければくださいとか、なかったとしても、別になんか誰かからもらったりすればいいだけだと思うので、できるだけちょっとでもサボることを意識してもらいたいなと思います。別にね、サボることは悪いことじゃないんですよ。むしろ自分の時間を積極的に空けに行くためにの行動としては、僕はすごくいいことだと思っているので、できるだけ積極的にサボるっていうことを意識してもらいたいなと思ってます。そして3つ目がですね、タスクを細かく分解するということですね。このタスクを細かく分解するっていうのがどういうことかというと、例えば資料作成だったら、資料作成っていう大枠で仕事は投げられるんですけれども、じゃあ実際に行動しようってなった時に、じゃあ資料作成するってなったら、例えばデザインはどうするかとか、そもそもどういう流れで構成で資料作成していくのかとか、どんな内容を書くのかとか、いろんなことを考えなければいけないし、いろんな細かいタスクって多分あると思うんですよ。でもこれが漠然としていると、じゃあ実際に動き出そうってなった時に、結局何かやればいいんだっけってなっちゃうんですよ。だからこそ仕事を任された段階で、もうすぐにどんなタスクがあるのか、何をすればいいのかっていうところを細かく分解してください。これをすることによって、一つずつこれをやればいいんだ、これをやればいいんだ、これをやればいいんだっていう風に、何をどう動いていけばいいかが明確になるので、すぐに取り掛かることができます。なので仕事を任された段階ですぐに細かくタスクを分解してください。タスクをね、分解するときにぜひ活用してもらいたいのが、こちらのガントチャートというものがありまして、このガントチャートがすごくおすすめです。このガントチャートっていうのはどういう用途で使うかっていうと、いつ
つまでに何のタスクを終わらせるかを視覚的にするためのツールと思ってもらって大丈夫です。ここにね、Notion の僕が使っているガントチャートの一例を載せておいたんですけれども、例えばここに大枠でタスクを一つ入れておくとしましょう。例えば今回だったら独自の会員サイトを作りますっていう風なタスクを任されたとしましょう。そうなったら会員サイトを作るために細かいタスク、じゃあ何があるかっていうと、どんなデザインするかとか、もし仮に別で会員サイトを使っていて独自のものに変えるってことになったら、例えば移行作業をどうするかとか、あとは他の諸々のね、プラスアルファで付けられるコンテンツをどうするかとか含めていろんな多分タスクがあると思うので、ここに大枠のタスクを書いてもらったら、その下に細かいタスクをこう書いてください。このタスクをね、書いていくと、この右側のスケジュール表ですね、例えば今回だったら6月のスケジュールがここに書かれているので、6月のスケジュール、これをいつまでにどれぐらいの期間でやるのかっていうのがパッと自動で表示されるようになります。すごくね、便利なガントチャートがあって、このテンプレートに関してはですね、概要欄のリンクに貼っておきますので、もし仮にタスク管理をしたいなとか、こういうねガントチャートで自分のタスクを見える化したいなと思っている方はですね、概要欄のリンクからこちらのガントチャートを受け取ってみてください。続いてですね、4つ目が、わからないこと、行き詰まったことに関しては相談するということですね。やっぱりね、相談しない人めちゃくちゃ多いんですよね。自分で一人で考えようとする人多いんですけれども、別に相談することっていうのは悪いことではないんですよ。ただ何にも調べずに相談するっていうのは悪いので、例えば1時間とか調べてみて、これでもわかんないなって思うことに関しては相談するとか、ある程度のこの基準を設けてあげると、上司としてもね、こういうことわかんないんですって言われた時に、あーそこねみたいな、そこに関してはこうやってやればいいよってアドバイスができるんですよ。でも何にもわかってない状態で相談するのは僕は違うと思うので、ある程度調べてわからなければすぐに相談するっていうね、効率を重視してもらえたらなと思ってます。で、そして最後ですね、完成度 20% と 60% で確認を取るということですね。よく僕が事前共有というね、お話をしているんですけれども、事前に共有することによって、相手のゴールと自分の目指しているゴールに乖離がないかっていうところを調べることができるんですね。もし仮に自分が B っていうゴールに向かっているとして、でも上司が求めていたのは A っていうゴールだったら、ここにやり直しが発生するじゃないですか。仕事において一番時間を食われるのはやっぱりやり直しになってくるので、このやり直しをできるだけ排除するために、20% できた状態で、これ間違ってないですか、この方向性で合ってますかっていうところを確認してもらえたらなと思っています。この5つのステップですね、仕事を頼まれた時にこの5つのステップっていうのができるようになれば、かなり仕事のできるビジネスマンになっていくのかなと思いますので、仕事を任された時はいつまでにやるのか、前例はないのか、タスクを細かく分解する、そして行き詰まったらすぐに相談する、完成度 20% 60% で共有する、この5つをぜひ意識してやってみてもらえたらなと思ってます。そして最後ですね、今月のお知らせということで、ちょっとここからはお知らせをね、お話ししていきたいなと思ってます。そのお知らせが何かというとですね、僕のオンラインサロン、ショートロガ大学が半年ぶりに募集を開始しますということです。ついに半年ぶり、去年は12月ですかね、12月に募集を開始したんですけれども、今回6月にまた半年ぶりにね、募集開始したいと思います。今回の募集に際してですね、いくつかちょっと変わっていることがある、リニューアルしたことがあるので、ちょっとご紹介できればなと思うんですけれども、その前にですね、なんで SNS 運用やらなきゃいけないのかみたいなところのお話をね、少しだけさせてください。SNS 運用できるだけで市場価値が上がるんですよね。それがどういうことかというと、皆さん1日のうちで SNS を見ない日ってありますか？多分ないですよね。必ずどこかしらのタイミングで SNS って開くと思うんですよ。それだけじゃあ一般消費者の方々が SNS を開いているっていうことは、当然企業だったりとか会社も人の生活に密接に関わっているものなんだっていうのは理解しているんですよ。だから SNS のマーケティングを極めていけば自分たちの売上が上がる、利益が上がるってことで SNS マーケに力を入れている企業っていうのが今めちゃくちゃ増えてます。めちゃめちゃ増えてる。つまりなんですけども、まあそういうね、SNS マーケに力を入れようってなったら、当然のことながら SNS 運用スキルっていうのがすごく今求められている時代にあります。さらに今個人が副業独立する時代っていうのが来ています。皆さんね、誰もが人生において安定ってすごい求めてると思うんですけれども、大手に勤めていることが果たして安定なのかっていうと、僕はそうではないと思っているんですね。まあ少なからず僕も過去に会社員やってた時は北海道において、まあ大手だよねって言われる会社に勤めてました。でもその大手に勤めたからといって、じゃあ心が安定したかっていうと、そうではなかったんですよね。やっぱり年功序列っていうのがあるので、ある程度年を重ねていかなければ収入っていうのを上げることができないし、逆にじゃあ大手じゃないところ、じゃあベンチャーとかに行けばいいじゃんってなると、やっぱりベンチャーだったらこの先どうなのかっていうのが不安だから、結局ね、そういう歩合制とかがあったとしても、まあ不安だよねって、結局どこに行っても安定って得ることができないんですよ。だから僕なりに考えて、その安定の定義ってじゃあ何だろうって思った時に、会社員をしながら副業で収入を得るっていうことが一番安定なんじゃないかなっていう、すごい思ったんですね。
で、もちろんなんかまあ、フリーランスに独立してもいいと思うんですけども、結局まあ、その安定って、会社員は会社員の良さがあるし、フリーランスはフリーランスの良さがあるから、会社員 VS フリーランスみたいな、よく語られるじゃないですか。でもこれって不毛な議論だなと思っていて、別になんかどちらにもいいとこ悪いとこっていうのがあって、時代によってそれがどっちがいいかっていうのが変わってくるんですよね。だから、どちらもいいし、どっちも捨てなくていいと思うんですよ。会社員やりながら副業やればいいと思うんですね。副業っていろいろあるんだけれども、じゃあ何をすればいいのかっていうところに迷いますよね。ってなった時に考えてほしいのが、基本単価低いんですよ、副業って。データ入力もそうだし、お家の中でなんかこう作業できることとかも含めて、基本的には単価が低いものになってます。じゃあ単価が低いから副業やらなくていいのかっていうと、そうではなくって、じゃあ単価の高い副業を狙っていこうよっていう話をした時に、できる人がいないけど需要のある分野っていうのを狙ってもらいたいなと思ってます。需要めちゃくちゃあるんだけれども、できる人がいないからもう高いお金払ってでもお願いしますっていう企業が多い。だからこそここに関してはまずこのできる人がいないけど需要のある分野を狙える副業スキルっていうのを身につけていきましょう。現状それに当たるのが SNS 運用となっています。実際僕もなんですけれど、会社員からフリーランスっていうのを経験しています。新卒で会社員になりましたと。で、大手企業に入ったんだけれども、そこに対してのギャップっていうのはすごい感じたんですね。思っていたよりも給料が低かったギャップもそうだし、年功序列っていうギャップもそうですね。結局何年も何年も10年、20年って時間が経たないと高い役職に行くことができない。じゃあこの時間、この待っている時間って本当に必要な時間なんだろうかっていうところもすごい考えましたし、結局ギャップを感じてこのままただただ時間が過ぎるのはもったいないなってことで会社員をしながら SNS 運用っていうのを学びました。で、ある程度辞める見込みができてからその退職をするようにしたんですね。多くの方ってフリーランスになろうってなって、フリーランスの収入がゼロの段階で会社員辞めて一気に会社を辞めちゃう人っていうのが多いんですけど、これってめちゃくちゃリスクですよね。だってこの先フリーランスで稼げるかどうかっていうのは分かってない状態で、今ある安定した収入を捨てることになるから、これはさすがにねギャンブルかなと思っているんで、僕はある程度会社員をやりながらフリーランスとしてある程度収入が見込めて、今だったら会社員辞めても生きていけるって思った段階で会社員辞めるのが一番得策だと思ってます。で、僕もですね、ある程度収入の見込みが立ってから会社員っていうのを辞めるようにしました。今はフリーランスとして生きている状態になっています。ただね、僕はフリーランスをずっと続けていきたいかっていうとそうじゃなくて、今の時代フリーランスの方がなんとなくいいな、今の自分の働き方に合っているなと思っているからフリーランスっていう選択肢を取っているけど、今後僕が会社員になる戻ることっていうのは全然大いにしてあると思います。だから別に会社員かフリーランスかっていう選択じゃなくて、どっちも選べるっていう選択が本当の意味で安定なんじゃないのっていうところをすごく伝えたいなと思ってます。ここまでで、まあ、SNS によってなんとなくやらなきゃいけないことなんだなとか、これからの需要ってめちゃくちゃ高いんだなっていうのも分かったと思うんですけれども、ただね、じゃあ SNS 発信しようってなった時に自分に合ったジャンルって分かんないじゃないですか。自分に何が得意で自分はどういう発信をしたいのかっていうのが分かんないと思うんですよね。僕も過去3年間ぐらい SNS 運用について、ね、教えるっていう立場にずっといたんですけれども、やっぱり多くの方が一番最初につまずいちゃうのが自分の発信ジャンルが分からないっていうところなんですよね。自己分析してみたけれども、いろんなジャンルを調べてみたけれども、結局自分に向いてるジャンルっていうのが分かりませんでしたっていうのがかなり多くて、ここで挫折してしまう人が多いので、そんな人はね、もったいない。とりあえずよくわかんないけど、このジャンルが良さそうだからやりましたって人がどん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 成果が出していって、深くやる前に考えられる人がどんどん挫折していってしまうっていうのがすごいもったいないなと思ったんで、僕の方で発信ジャンル無料診断っていうのをね作らせていただきました。これはですね、公式 LINE になるんですけれども、4つぐらいの質問に回答していただけるだけで、あなたが一番向いているっていうそのジャンルを AI 側でね選定してお伝えできるみたいな診断を作ることができましたので、こちらもね、もし SNS 運用興味あるけど何のジャンルを発信すればいいかわからないみたいに持っている方はですね、概要欄のリンクから公式 LINE を追加して発信ジャンル無料診断をぜひ活用してみてもらえたらなと思ってます。そこで自分に合っているジャンルを知って、早速ね SNS 運用っていうのを学んでいってもらいたいなと思っています。で、さらにですね、今日の話を聞いて SNS 運用をやるかどうかは一旦置いといて、ただ SNS 運用ってどういうものなのかっていうのをもっともっと知りたいなと思った方はですね、例えばですけど動画で学びたい方に関しては、僕の費用ショート動画マーケターというね YouTube のチャンネルがありますので、こちらのね YouTube のチャンネルぜひ見てもらいたいなと思いますし、逆に耳で音声で聞きたいなと思っている方はですね、ボイシーで費用のマーケティングラジオというものをやっていますので、まあ、こちらのボイシーもぜひ登録してみてください。こちらもね概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ確認してみてもらえたらなと思っています。ということで今月5月の月報は以上になります。ご清聴ありがとうございました。